コマンダンテ旧召会館はイタリア海軍の召会館の艦級。計画名からニュームシーとも称される。イタリア海軍では1987年から1992年にかけてカシオペア旧召会館4隻を建造、収益させた。当初計画ではさらに4隻の建造が検討されていたが、これらは1991年にキャンセルされ、 新設計の艦として建造されることとなった。これによって建造されたのが本級である。1998年12月、1隻あたり1億400万ドルの予算で4隻が発注された。後方からの缶営ステルス性を考慮して設計されたステルス艦であり、特にコマンダンテ・フォスカリは上部構造物にガラス繊維強化プラスチックを採用した。船体後部には カシオペア級と同様に入れ子式のハンガーが設置されており、小型、中型ヘリコプターを一機収容できる。兵装は方向兵器に限定されており、全甲板に手法としてオートメラーラ射程コンパット 76mm 単装速射砲が一機、全部上構えの両舷側にエリコンクバ 25mm 機関砲が一機ずつ設置されている。 なお 76mm 単装速射砲及び砲板については、退役したスパルビエロ級ミサイル艇のものが流用されているが、コマンダンテフォスカリは誘導砲弾による新型の近接防空システムで、あるストレイルズの運用試験のため、手砲を射撃式レーダーが内蔵された新型のスーパーラビット砲に換装している。いずれも第一紹介戦隊司令部に、 配備されており、了解、排他的経済水域の警備を主任務としている。また後に、運輸省向けの巡動警官として、ヌーパ計画のもと、シリオ級も建造された。指揮官はより低出力のものに変更され、手法を省き、ステルス化設計も配されている。ただし上院は、海軍軍人であり、また、指揮系統上も、第二小海戦隊司令部に属している。 ありがとうございます。